アンドレギュスターブ・シトロエンは、ユダヤ系フランス人の実業家、フランスの自動車会社、シトロエンの創業者である。1878年2月2日に、ポルトガルから移住したユダヤ系オランダ人のダイヤモンド賞、レイビ・シトルーンと、ポーランド・ワルシャワ出身で、同じユダヤ系のマズラ・クラインマンとの間の5人目の子供として生まれた。1873年に、シトルーン一家は、 アムステルダムからパリに移り住み、名字をフランス語風のシトロエンに変えた。1900年にエコールポリテクニークを卒業するが、学業成績は芳しくなかったという。第一次世界大戦中は、フランス軍の技術将校となるが、中途で兵器生産に転じ、砲弾をはじめとする武器を流れ作業方式で大量生産したことで成功。その利益で自動車業界に参入し、 1919年にシトロイン自動車会社を設立する。同社は大衆車の大量生産で急激に業績を伸ばし、1930年代初期にはフランス第一位、世界第四位の自動車会社になるほどの成功を収めたが、急激な事業拡張がたたって1934年に経営破綻に陥り、タイヤメーカーのミシュランの資本を受けることになった。 経営から退いたアンドレシュ・シトロエンは1935年失意のうちに遺願で死去した。私生活ではギャンブル好きで知られ大胆な事業拡張もその性格が影響していたという作曲家モーリス・ラベルとは親しい間柄だったことが知られている。アンドレシュ・シトロエン、ありがとうございます。